今ですね、ザクロを、切っております。ザクロはですね、こう中身がこういう感じで、グロテスクなんですけど、このザクロを、今一番おいしい食べ方、べてみてください。こうやってザクロはですね、取ってると赤い汁が出てくるんですね。赤い汁が、このザクロの赤い成分がすごく健康的で、女性ホルモン、女子力アップの元になるんですね。でもこの赤い成分結構取れないんで、これはちょっと気をつけてください。はい、取れましたね。この最後にこの汁の部分もしっかり入れて、はい、で次はですね、このヨーグルトをビヒダスヨーグルト、これも美味しいんですけど、これをここに入れます。この食べ方がものすごく美味しいです。ザクロのちょっとつぶつぶ感とこのヨーグルトのミルキーの感じがまさにマッチして、ものすごい美味しいんです。ザクロ美味しい。皆さんも食べてみてください。こういう感じでくり抜いていくんです。いただきます。ザクロ美味しい。いただきます。